降りて。さもしいわね、醜悪だわ。失礼したわ。さあ、こちらへ。これは侵入者を見分けるための仕掛けなの。原始的だけど、よくできてるでしょ。リッカー、インド。ほら、ここに書いてあるだろ。ヴァンパイアは鏡に映らないんだ。だからすぐわかる。ひどい、お兄ちゃんの嘘つき。ああ、ここにいた。ママもう見つかっちゃった。本当だったね、兄さん。泣かない。ここに来るって決めたのは自分だもの。長い月夜が痺れを切らしていた。蔑んだ独り言なら無意味だね。ただ胸の奥でくすぶり消えかけてる光、握りしめたなら、さあ明日へと Rise。 覚醒の時、熱いアリアを解き放っていけ、果てない歌、心臓にこだました。息が鳴るようなジャッジメント、その目の内側へと巡り合えるリビド、乱獲されない時代なら、すぐそこに君と踊り合えば、この地の沸き立ち暗闇を暴く二人と よくぞ参った、魔王の娘よ。あなたが、ヴァンパイアの王、ネスタ。ネスタ様とお呼びなさい。それが身のためよ。強情な子。誰の仕業だ。違います。これは私が自分で。私を見ろ、魔王の娘。よく似ている。似てるって誰に。マルタ、お前のおば、お前の兄の母親にだ。お前の母マリアはいわば太陽、全てにぬくもりを与え誰からも愛される。それに引き換えマルタは月だ。父親の愛情を一身に受ける妹を慈しみながらも
そんな己に絶望し鈍色に凍えていた。似ても似つかない姉妹だったが、名であるお前は不思議なことにマルタにもマリアにも似ている。マルタおばさんを知っているんですか？血のなせる技か。あれは私に似ているか。お前の兄の半分は私の血でできている。どういう意味ですか？私はマルタとの間に子を成した。お前の兄は私の息子だ。俺の父親はヴァンパイアで、俺はその血を引くダンピールだ。それじゃああれも血を欲するか。いいえ、いいえ、そんなこと一度もない。所詮半端者のダンピール、半分は半分。血の味の甲骨も知らぬとは、真実我が息子か疑わしくもなる。マルタ、あれはアバズレだったしな。私の誘惑にやすやすと乗ってきた。そんな、愛してたんじゃないんですか？愛？私が欲しかったのは禁断のグリモワールだ。その情報を得るためにマルタに近づいた。その代わりに私はマルタの欲したものを与えた。この私をだ。この上ない贈り物と存じます、ネスタ様。ひどい。でもこれですっきりした。あんたが兄さんの父親、冗談じゃないわ。あんたみたいなクズ野郎、私は認めない。ちょっと、あんたは兄さんの父親じゃない。敵よ、アズナの仇よ。絶対に許さない。それ以上の無礼は控えなさい。うるさい。あんたたちがアズナにしたこと忘れてるわけじゃないから。なんですって？さすが魔王の娘よ。それでこそその身に禁断のグリモワールの力が眠っていると信じるに足りる。一つ教えて、グリモワールをどうやって取り出すの？615年目の満月が天の頂に差し掛かるとき、お前の血を手に入れた者が禁断のグリモワールの力を手に入れる。つまり今宵、お前が17歳の誕生日を迎えるその瞬間、その血を少しばかりいただく。それだけのことだ。急ぎなさい。満月が南の塔にかかる前に、ネスタ様のための宴の支度を。悪魔どもの辛酸の日々が始まることを盛大に祝うのよ。リツカ。私の中に禁断のグリモワールの力が眠っている。大丈夫、もう少しの我慢。私が我慢すれば全て終わるんだから。そして前の暮らしに戻るの。母さんはハーブを育てて、兄さんは美味しい朝食を作ってくれる。私は学園に戻って。リーツカ、アズナ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 、ごめん。私のせいで
本当にごめん。泣かないでよ。まるで私がいじめてるみたいじゃん。それにいつかが謝ることなんか何にもないよ。ねえねえ、それよりさ、私に嘘ついてることない？ん？ん？しっかりしなきゃ。私が終わらせるの、私にしかできないことなんだから。アズナ、私を守って。匂い消えちゃったね。どこに行ったんだ僕の蝶々。くっそ、レム、なんか情報ねえのかよ。レム、今の大声でアーロン殿の親父さんにバレたんじゃない？やばい。もう痛い。うわ、めっちゃめんどくさい取り合わせ。リチカはどこだ？こっちが教えてほしいぜ。何？何をしに来た？堂々と戻ってくるなんて命知らずだよね。立花リチカはネスタの城にいます。まさかヴァンパイアの城に行ったっていうのか？やばいやばいやばい、あーもうここら辺がヒリヒリする。どちらへ？リツカを助けに行く。まあ落ち着いてください。落ち着いていられるか！リツカに何かあったら俺は生きてはいられない。あいつをヴァンパイアなんかに渡してたまるか。僕の町長だからね。勝手にいじめさせてたまるもんか。ネスタの城に行くということはそれ相応の危険を伴いますが、それでも立花リツカを取り戻すというのですね。ああ。レム、お前はどうする？私は気持ちはすでに決まっているのではありませんか？ああ、完璧な罪だ。そうと決まりは急ぐぞ。待ってよ。やっと素直になったね、レム。可愛くてか弱くて、でも嫌いじゃないよ、そんな幼馴染殿のこと。連れてってくれ。捕まれ。立花リツカ、確かにこの私もたまらなく魅了されました。だが立花リツカと禁断のグリモワール、その両方を同時に手にすることは叶いません。私は我が主マキシス様のために必ずやグリモワールを手に入れてみせます。あしからず。ちょっと待った！痛い。なんだよウリエ。城がどこか知ってるの？そりゃあ。そっか、そこら辺の情報ってレムに任せっきりだったね。レム、追うぞ。どうやら一番乗りですね。時間よ。女性の着替え中に入ってくるなんて失礼よ。私の好みはもっと成熟した大人の女、例えばマルタみたいな。ネスタ様はさすがに趣味がよろしくてよ。緊張しなくてもいいわ。ネスタ様は無駄に乱暴にはなさらない。痛みもなく、瞬きをする間に全てが終わる。少しばかりってどれくらい？え？
どれくらい血が必要なの？グリモワールを取り出すには一口ってことはないか。献血くらいって言っても献血したことまだないんだけど。それは幸いね。グリモワールの血を輸血なんかされたら人間は人間じゃいられないから。 あんたは別よ。魔王の娘だもの。なんか化け物って言われてるみたい。違うとでも思ってた？でも人間に戻れる。グリモワールを取り出せば戻れる。ただの立花律香に、みんなと元の暮らしに。行くわよ。行ったでしょ、時間だって。戻れるのよね、でしょ？違うの？違うの？ヴァンパイアは嘘つかないって言ったじゃない。教えてくれないならここから動かない。可愛いリツカ。いつまでも手間をかけさせるんじゃないよ。甘い顔してりゃつけ上がりやがって。おめでたい魔王の娘、知りたいなら教えてあげる。ネスタ様はあんたの血をご所望よ。一滴残らず。いい、あんたは今夜死ぬの。死んでネスタ様の中で生きられるの。この世の全ての王として君臨したネスタ様の中でね。こんな名誉はないわ。感謝するのね、そう生まれついたことに。魔王の娘よ、これがお前の定め。いいえ。ネスタ様。下がりなさい。そのものはマキシス様のもの。リツカ、大丈夫か？リツカ。兄さん、レム。てめえら、僕の町長になんてこと。痛い目に合わせてあげる。みんな。下がりなさい。これが見えないの？下がるのはお前らだ。汚い手をどけろ。愚か者ども、私をこれ以上怒らせるな。勝負はこれからだ。命かけた覚悟、舐めるんじゃない。俺がここにいることを忘れるな。お前らだけカッコつけてずるいよ。
柔らかい肌白いまま濡れた瞳は澄んだまま香る髪には口づける。あなたたちこそ控えなさい。無事なまま返さねば地獄の獄から一発お見舞いしましょう。ヴァンパイア滅ぶまで We are fall in love with you Crazy about you 痛くないはずなのに俺の胸がヒリヒリチクッと。マジ本気だぜ俺様らしくねとか言うんじゃねえ。もう離さない恋だってあげる。壊れてもずっと懺悔しましょう。嘘はもうつけない愛しさに負けた。 We are fall in love with you Crazy about you私の手で絶望を拭い去る。俺の愛で運命を超えてやる。だから今こそこの手を取れ。君をお前を長ちゃんあなたお前を君を愛してる。みんなお前らごときに何ができる。殺せ悪魔を葬れ。積年の恨みを晴らせ。誰にも言えない秘密だよ。時だけ笑い出す声色潜め噂すれば扉をノックした。後ろ振り返らずにね。謎かけだらけで解けないよ。足がすくんで立ち止まった。全てを把握する恋の呪いさ呪いさ。君は触れた肌に迷うなら窓もらぜ窓もらぜ僕が幸せにします。この夜は二度と訪れないから誓い合って月の先で愛を歌う黒いピエロ。空をぼかす魔法をかける怪しい熱で。グリモワールのせいで全てが変わった。もう嫌だ。私の運命は私が決める。第12幕終わりと始まりのオーパンバル。